コンビニの、なんだっけこれ、ホットドッグと、これは野沢菜はコンビニのじゃないかもしれないけど、食うらしいです。野沢菜って言うんだっけこれ。野沢菜じゃないよ。なんか、おしんこみたいなやつ。なんて言うんだっけ。野沢菜だ。あと、昨日、なんか、昨日のね、あの豚汁全部食い切ったみたいなんですけど、余った材料で吉江さんがいつの間にか配信外で作ってたらしくて、もうこれ配信外でやんないと、配信中にやってよ。それでちょっと持つんだから配信が。なんでこれ配信外で作っちゃうの。なんか昨日のね豚汁全部作り終わったらしくて、でなんか配信外でなんか余った材料と味噌ぶち込んでやったらしい。あと出汁入れて昨夜やったの。そうで、あとなんか肉入れてないから肉の余ったやつを今入れてるっていう。手でやって配信中でやってよ。だってほんな俺夜中4時で、昨日寝た4時でよ、こんなことやってて、うん、息子のおかげで料理が身についていいじゃないですか。本当ですよね。料理なんか全然しないんだから吉さん。配信でね、配信を通じてこう料理をちょっとでも覚えるようになって、これいいと思いますよ。まあ、今更覚えたところであれなんですけど今更覚えたところでそんなにもう先も長くないかもしれないですけど、だけはねえんですよ、もう今更学習してもね、もうね、なんかドッキンドッキンと音するって具合が悪い時あるから明日で遊ぼうかなと思ってる、はあ、年中ションベンはむっちゃおいしい。困ったよ、これじゃ生きててもしょうがねえなといつも思ってる。これも入れちゃおうかなと思ったけど、あんたが料理するかなと。ああ、いいよいいよ、別にまた買ってくれるよ。別にそんな買わなくていいんじゃないの、もう。だからさ、そのあれなんですよ、そういうコンビニのものを買ってくるとか惣菜を買ってくるっていうのをやめた方がいいんですよ。で、手作りをね、手作りできる材料を買ってくればいいの。結局お金使うの一緒やん。作った方が美味しいし健康にもいいんですよ。わかります？吉さんなんか血圧があれなんだかなんだかわかんないけど、そんなもんばっか食ってるから悪くなるんですよ。ちゃんと手作りで料理ってやった方が美味しいし体にいいんですよ。わかりますか、吉江さん。そういうね、コンビニのおにぎりとかお弁当買ってくんなって話なの。作ればいいんです。あれやってくんない、換気扇を。吉さんが作りたくないんだったら俺が作るからさ、俺にお勝手をね、使させてくれれば俺が作ってあげれますから。もう今の時代クックパッドとかね、そういうの見ればもうある程度の料理ってできるから。あと配信してつけながらね作れば、みんなね、あの僕らよりも料理豊富なリスナーが見てくれてるからコメントで教えてくれるんですよ。あれをね、これを入れてとかこうやってとかって教えてくれるから、今の時代大丈夫なんですよ。料理なんてもう育ってみんなのねアドバイスを聞きながらできるんだから、今の時代。時代の三先端に立たないとダメですよ、姉さん。なんでもいいけどさ、私はおばかなんだよな、少しは。前とは違うだよ、ほんと。冬だったからかな、おばかなんだよな。なんかこないだみたいな、頭がおかしいんだよ。頭おかしくなんだよ。前とは違うだよ、全然。前こんなことじゃなかったから。いいけどさ、もうどうでも。もう畳なんか触ったら偉いもんだから、立てねえから。もうね、胸のあたりも痛くなってきたから、今日貼ってもらったんだよ。はいはい。おかしいんだよ、もう。ほんで、しょんべんするとすぐしょんべんが出たから。だから飲む？水かなんか。あ、いい、私。薬飲むから。そう、薬飲まない。いや、だせめてこれ食べないよ、これ。そんな美味しくないおにぎり。いいよ、しょうがないよ。だってせめて豚汁と一緒に食べな、じゃあ。いいよ、悪いのはあれだから。これ豚汁まだ美味しいと思うから。だって相原が買ってきた、ここなんか春雨なんとかっつうの一旦温めて置いとくっつうのはよくねえの、人間。そう思わない。全然もうあれね、頭ないね。じゃあこのおにぎり俺が食うから、吉田さん俺手作り作ってあげるよ。それダメな。いいよ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 、俺作ってあげるから。悪いけどこれ食わないと困る。じゃあ俺が食うよ。じゃあこれいいよいいよ、俺が食うから。いいよいいよ。いや、温めたからもういい。俺が食うから。もういいから。悪いけどもうやめてくれよ、大事だから。じゃあ美味しいやつを食べた。いいから、大事だから。コンビニのおにぎりじゃなくね、まあ、後で作れば後で。もう今は嫌だよ、もう疲れたから。
少しはかまないともうどうしようもないから4時に寝たんだから。いやもうね、手作りのね美味しさに気づいてもらってください。いいからいいから、もう私の言うこと聞いてくれよ、もう本当に私は私の言うこと聞いてくれと。お前先がないから、もう37歳児に言うことか、それいいんだよ、ね、先がないんだから、いいんだよ、もう先がないから自分で分かってる。料理作ることに対して言うこと聞いてくれる、どういうことやねん。今度は胸の辺が痛くなって、料理を作るなっていうことに対してか、もういいんだよ、もういい、もう疲れるんだよ、黙って、そんなもんばっか食ってるから体悪くなるんだよ。黙っててくれってんだよね、こんなコンビニの何日も過ぎた、そうじゃないよ、体が悪いんじゃないよ。こんなコンビニのね、何日も何日も過ぎたようなホットドッグとかさ、こんなもういいよ、くたびれたおにぎりとかさ、こんな食うからでしょ。もういいから、ここちょっとさもう疲れるんだよ。よしえさん、もっとまともな方を食った方がいいっすよ、よしえさん。手作り料理のがね、美味しいし栄養ありますよ。もういいからよ、黙っててくれよ。その食生活を変えないとね、ダメなんですよ。いいじゃない、だって買ってきたものは食わなきゃ。いや俺が食うよ、だから俺が今作ってあげるから。だからいいって言うよ、もうここ家もう疲れるからちょっと静かにしてくれよ。だからもう本当に大ごとなんだから。でも分かんねえやつだな、あんたに私のことがどこに分かるん。悪いけどあんたに言われる筋合いないで、本当にこの間みたいになったら困るじゃない。分かるんだよ自分で。おめえも本当に分かんねえやつだな。そんなもん食ったってね治るわけねえじゃねえ、体がひねれてんだから。こんなことあんたたちがあれなんべ、だ血圧どうのこうのとかって話ですよ。洗濯も何もしねえで。あ、もう結構。悪いけど私吸わないからね。俺は吸うよ。はい、どれ。吸えば。分かりたくないから。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、よいしょ。はい、よいしょ。よいしょ。ひちがいだよ。ひちがい。あ、よいしょ。いいかな、これ素直じゃねえな、ばあちゃん。後藤さん、ゆうちゃん、メガホンどこ、ありがとう。大ごとな、精神的に参ってる。これね、21日のおにぎりだから食べてるわけね、悪くなったらもったいないでしょね、だから食べてる。ああ、まだ薬も飲んでない。ずっと動きっぱなし、猫に餌くれたり。そう、昆布美味しいね。賞味期限見て食ってるから、なんでも。もったいない。ね。みんなおかしいよ。物を粗末にしちゃダメだよ、何でも。ね、うん。おむすび食べてるの。かわいい配信、頑張ってください。ありがとう、ゲスコちゃん。ありがとうね。うん。うん。何姉ちゃんは何作るって言うの。うん。だから服とそんなことどうでもいい、うん、私はそんな状態じゃないから、大ごとだからね。私ね、体にいいご飯とかそういうの関係ないよ。私歪んでるん、体が。自分の体は分かるのよ。自分の体は分かる。ゴミみたいなのばっか食ってんだからさ。そうじゃないよ、換気扇止めてくんない。集中力ない、本当集中力ないね。あっちのにこうに中に突っ込まない方がいいんじゃないの、おしゃもじは。自分で作ったおにぎりとコンビニおにぎりどっちが美味しいですからって。
だからこう買ってきたもん食わないともったいないんじゃない、お金うちあると同じ、買ってこなきゃいいじゃんもうそういうので、手作りで作る、アイハラが買ってきたんだからしょうがないじゃねえ、私別に買ってきてくれって言ってねえのに、これスーパーのだよ、だからもう買ってこなきゃいいよ、フジマートのだよ、自分で作ればいいんだよ、言っても聞かないだろうけど、このトレーナーディズニーランドです。ディズニーランドで売ってました。まったくな。私はね、あのね、神経がおかしいんだよ。自分でわかる。自分の体だから。ああしとく。足腰が噛み合わないからこうね、神経的にいつもこうか分かってん、あ、ヤッホーどうも、うん、私はもうね、そんなゴミみたいなもんばっか食わないでね、たまには手作りを覚えた方がいいですよ、本当に。海軍さんでね、料理させる方が間違ってる、今までしなかった方が間違ってるんだよ。しかも別に俺が作るって言ってるのにさ、俺に作らせないじゃん。で、折れて折れて私がやるって言うんじゃない、吉田さんに。別に吉田さんに作ってって言ってないからね、俺が作るって言ってるのに。お体おかしいなら、どんどん食い物ちゃんとしないと。ヨセさんの配信料理好きだよって、ありがとう、サイズさん、背後さんになる前に、ほんとその通り、ほんとその通り作ってないんだ、背後さんになる前に作ってないから、で、俺にもこう買って使わせないから、じゃあコンビニのもの食ってる人はみんな体が悪くなるわけだ、あのね、そういうことだね、まあ悪いだろ、体の悪いものを売ってるんだ、そんな当たり前じゃん、だってカップラーメンと体にいいと思う、体に悪いものが売ってないとかって考えたら大間違いだよ、でカップラーメンずっと食ってて体にいいと思う、マクドナルド毎日食って体にいいと思う、みんなコンビニの飯ってね、あの手っ取り早く済まそうって時に食う人が多くて、基本的にはみんなね、ほとんどの人、それは一人暮らしのね、一人暮らしの男で料理も全く作んねえみたいな人だったらちょっと話変わってくるかもしれないけど、ね、基本的には普通の家庭だったら、3食ね、ちゃんと手作り料理すんの。じゃあたまにコンビニ料理とか食うの。わかる？ロエさんの場合は毎日コンビニ料理なの。3食。わかる？ 3 食ってないけど。その違いわかる？でもコンビニのものかスーパーの惣菜でしょ、それしかないじゃん、それかカップラーメンか添加物、手作りはなんかこんな配信のネタで最近作ってるけど、それ以外で全然作んないじゃん、あとこの言い返してみろお前、言い返してみろ、同性論にお前が服がないんだっけ、普通じゃない、普通じゃない、あなたじゃないの、部屋の掃除もできないクズ、お前もね、ほんとね、分からず屋だからね、この分からず屋ってお前アムロレイに言われてる、言われてるよお前、うるせえんだよ、うん、相原が大変だよ、あの電話料を払いぐからコンビニで欲しいもんあるって言ったら、あ、残った豚汁うどん入れても美味しい、あー確かにありだね、それうどん買ってくるか、これありやな、うどん入れたら確かに美味しいな、昨日4時までかかってやりました、でも吉江さんがこれさ、うどんの器割っちゃったからうどんよそるやつなくない、ちっちゃいけどこれに移れやれるか、
上田がね、でっかいうどんを入れる器ってうどんの器なんかいっぱいあるよ、そっちにもここにも。だってこれ割っちゃったよ、この中入ってるよ。あんの他にでかいがいっぱいあるよ。うん、確かにそれありだな、うどん買ってこようかな。弁護士費用はいくらだったって簡単だもんね、うどんをただ入れるだけだ。私は知らない、そんなこと。そんな言わないよ、あのうどんを入れるだけだもんね、この豚汁の中に。超簡単よ。それありだな。まずいわけないもんね。まあこの中にご飯ぶち込んでも美味しいと思うし、うん、うどんも全然ありだね。まあちょっと今もう食い出しちゃったから今から行くのだるいから行かないけど、確かにそれはありだな。うどん入れて、うん、だうまいって。粉からうどん作ろうか。うん、じゃあ今ご飯入れるか、この中に。確かにこれだけ食っててもなんかちょっと試食って感じしないから。豚汁の中にご飯入れる。ピアちゃん体に悪いんだこれ。あ、うん、今日私ね、朝と何だよ、朝と昼一緒だから。朝今日でも早く起きちゃった、生協見てたから9時頃起きた。4時に寝て4、5、6、7、8、9、5時間しか寝てない。私が作ったのどんな味かさ。いらないとか、いらないとか言いながら、わかんないことは理由つけて飲みたいんじゃないですか、食いたいんじゃないですか。夜作ったからわかんねえよ。いやさ、いらない、私いらねえよってさっき言ってたのに。よしえさん、理由つけて飲みたいんじゃないですか、食いたいんじゃないですか。私夜作ったから。イライラするよ、味がわかんないんだよ。味なんてわかんないよ、夜だもん。もったいないからさ、ね、4時までかかったよ、不規則な生活って、ね、だから肉がさ、傷んじゃもったいないなと思って、で味なんかわかんないよ、だしと味噌どのぐらいでいいか。イライラするよ。いいよ、もう黙っててくれよ、うるせえから。いや、それ俺のセリフっすよ、いつも。あんかよく言うけどさ、あんかよく言うよ。あ、それか、あれだな、おにぎりで食うか、これおにぎりの具あるでしょ、まだ。あれ、もうないの？あ、あるか。うん、イライラするよ。何でもいいけど。僕が握りますから、自分で食うの。いいよ、握んなくったって。俺が食うの？そこ一つあんだよ、握ったんか、あやらがっこ。海苔はどこ？海苔はこっち持ってきたんだよ、うせえな。どこにあんの？そこにあるべよ。猫のと一緒じゃダメなんだよ。イライラするよ。私がだし作ったんだからわかんねえよ。4時までかかった。もうよ、5時間しか寝てないよ。もう頭がワーンってなってる。生協調べなくちゃ。なんでそんなでかい丼また使うわけ？イライラするよ。おにぎりぐらいで。イライラするよ。もっとちっちゃいやつ使ってよ。イライラするよ。あの人のみんなって。イライラするよ。これ持った人じゃなきゃわかんないよ。別にいいじゃん、これ。どんだけおことだか、私。これでいいや、別に。こんなのね、私持って洗うの、もういいよ、もう嫌だよ、俺もう。イライラするよ。もういいよ、うるせえから。しようって。塩やっぱ手にやった方がいい。なんでこんなに、もうやだよ、このまんげつなかったやつと。イライラするよ。
死ね、昨日のツナマヨ早く死んじゃいなくていいからなんでそのとこで平気でおっぽるん、イライラするよ、ゴミをイライラするよあんた部屋散らかるわけだよこのざまだもん、なんかちょこっとやってもみんな置きっぱれだもん、何にも片付けられねえクズだよ、イライラするよ、これなもの部屋が豚小屋なわけだよ、イライラするよ、いなくなってもらっていいから、イライラするよ、いいよもういなくなってもらって、イライラするよ、向こう行っててもらっていいよ、もうイライラするよ、私が毒よじゃ悪いね、私毒からもう向こう行くからいい、私もなんか 手に塩をつけて5時間しか寝てないで、でかい音されて、冗談じゃないよ、でかいよ、熱い、でかいは熱い音してんの、吉井さんでしょ、こっちは薬、薬も飲んでねえんだからまだ全然熱っ、いつも薬が飲めねえんだよ、猫の餌も誰もくれない、すごいよ、熱くて逃げないぞ、これどうしよう、うちはすごいよ、猫の餌も誰もくれない、こういう目の前にね、こんなでけえ皿ね、おにぎり一つぐらいでこんなでけえ皿用意するばかりないよ、重いんだからこれ、持った人なんか分かんない、熱くて握れない、どうしようこれ、熱くて握れない、冷まさないとってことこれ、あー匿名の方からハートアドリーいただきました、ありがとう、おいがおいがおいがアラブの石油を、匿名の方ありがとう、お前がお前がお前がアラブの石油を、 Windows ビリーツソフトバンクソンマザーズ石油でした、ありがとうございます、重いんだよこの猫ちゃん、いつもありがとう、ナイスよしーさんってありがとうね、猫ちゃん、猫ちゃんありがとう、よしーさん冷静に言わないと、あ、だから熱くて食え、もういや このままここに入れちゃって食おう、熱くて握れない、この子がいると嫌な、散らかるから、こんなの入れちゃうもん、大嫌い、だっけレンチンしたばっかだからか、熱くて握れませんわこんな、おにぎりしねえでね、ツナで食えばいいんだよバカ、熱くて握れない、頭がねえやろうね、いくら経っても普通は多分冷ましてやるんだけど、冷ましてやるの時間かかってめんどくせえわ、こんな人すぐなご飯にこんなでけえ皿使うんじゃねえよ、イライラするよまあここに塩をちょっとつかないでね、まぶして混ぜますは早く働いた方がいいよ、仕事見つけて、でここに金に追われてる人間は、セブンイレブン金の梅干しと、金に追われてる人間働いた方がいいよ、この昨日作ったツナマヨにを入れます、金に追われてんだから、いつでもね、ここにおにぎり用の海苔を上に乗せます、まあ、実質おにぎりみたいなもんでしょ、これで、はい、ねえ、ジュウロン茶飲んだ、種で使ってよ、だから種取ってねえや、種だけ取ろう、これみんなデカートで買うんだべ、だからいくら買っても借金が終わらん、種だけ取って、そんなの当たり前だよ、働いて金稼がねえやつが、いかねえんだ、はい、先生、はい、種、いやね、舐めれば自分で、はい、種、なんで私食ってんだね今、じゃあこういうとくね、あ、いいよ、はい、もっとしっかりした方がいいよ、お金の面で、イライラするよ、あるものをめっちゃ買ってくるウーロン茶なんか飲む柄じゃねえで、ウォーターサーバーを飲む柄じゃねえで、金イライラするよ、どの金さんだ、じゃあまあこの実質おにぎりをいただきたいと思います、どの金80万のトイレが
80万か大金だよ。いただきます。人の金へ使うやつだよお前は。ずうずうしい子供だよあんた。お前なんか人間じゃねえよ。大っ嫌いだよこの子。私うまっ。鼻浮いてもさ嫌でやだな。こんな食うまっ。うん、うまっ。これもう本日作ったら最高やん。まさしさん、ありがとうね。むにゃまんちゃん、よせさん、イライラするよ。そうなのよ。うん、よせさん、何を食べたの。私、もう疲れちゃった。生きてるんだ。本当に。うん、おしんこまじ最高だよ。梅の方食うか。疲れるよ生きてるの本当に。うん、うまっ。最近あばら骨が痛くなっちゃった最近は。もう自分は大事が先立つからさ、風呂とかそういうの関係ない。もう疲れた疲れた。うん、ベージュ完食。そんな飯いっぱい食うぐれでこんなでかいなら使わなくたっていいだめ。重たいんだぞそれ。私やっと持つぞこれ。すごいから手が。本当に私重いも持てないから。夜間をここまで持ってくるのも大変なんだから。本当にもう何もできなくなっちゃった。これじゃもう終わりだよ本人が。誰も掃除かけてくれるもんはいないし、もう終わりだ。隣の方誰ですかって。俺のことですか。もうたまに孫に間違われるんじゃない。よじさんが老けすぎてるから。よじさんが高齢出産じゃないですか。だから一応孫でもおかしくないような年ではあるんですよ。年の離れ具合から言うと。慎吾さん、皿置かないですぐ洗ってあげてよってね。あやとんぼさん、75には見えないよねって。俺っすか、37だよ俺。僕は30、寄せさん75ぐらいでしょ。あ、そうだよ。うん、疲れた。慎吾大好きありがとう。いらないから。夢もしの種。もういいよ。あくは。ワンちゃんになんかもうフライドチキン食った後のなんか骨あげる感覚だからもう。人間さ。本当に具合悪かったら汚いとかそんなの関係ないと思うよ。え、じゃあ何もできないもの無理でしょ。じゃあ汚いとか汚れるとか言ってるの何なの。お前おごとじゃないってことね。よじさんが苦しくないから汚い汚れるよとか言うんでしょ。その理論で言ったら。そうじゃない。料理するとき汚れるよとか言って汚れ、うちなんか蓋汚れるから蓋しちゃダメって言うじゃん。すごいよ。じゃあお前は本当はそれ仮病で全然苦しくないってことになるよ。その理論だったら。だって気にしてるじゃん汚れること。汚れることを気にしてるよね。そうよ、私は。だよ、苦しくないってことだよね。自分は大事だ。それあなたが言ったんだよね。そうじゃない、大事でも。あー、匿名の方、息子さんフォローです。お前がお前がお前がアラブの石油を見るぞ、ビルゲイツ、ソフトバンク様で。あれさ、あれフォローしてなかった。紅葉花火。あ、てか、ありがとう。時折あれですよね、俺のことを解除するんだかわかんないけど、フォロー解除するんだかわかんないけど、後でフォローしておきます。はい、俺何回か解除された気がする。で何回か返してるんだけど、うん、また解除されてるのか。あとでしておきます。うん、よいしょ。すごいよ、うち汚いよ。うん、あ、ちんこさん、しんちゃん、こんにちは。あ、いいね、もだもん。よせちおちゃん、こんにちは。ありがとう、ちんかわさん。バーガー。
ありがとうね。ありがとう。ありがとう。もあちゃんいいね。ありがとう。ありがとう。うん、うまいね。こんなのが母親だったら自爆するねだって。うん、正解。よ、テレズよ。大正解。テレズよ。おめえ、消してやんべえかよ。ブロックいや、テレズさんはね、正解ですよ。それは、正解。うん。テレズよ。ダメ、自分の都合の悪いやつはごめんね。削除してダメ。俺が許さない。吉田さん、ナイス。その通りだよ。こんなのが親だったら最悪だよ、ほんとに。こんなんが子供だったら最悪だよ、こっちは。まあ、あれか、笑点の歌丸と円楽のやりとりか、お前。うん。歌丸と円楽の罵り合いか、お前。ね、カラちゃん。そうだね、カラちゃん、ありがとう。親をバカにするなだよね。働かないでね、人の金ね。使う人間いる？年金30万。うん、投資信託40万。ね、80万取られましたよ。私のお金。そう、あれ、YouTube で吉江さんの昨日のさ、あの、おにぎり作ってんのさ、YouTube で上げられてるんだけど、そこのコメント欄見たら吉江さん結構戦いですよ。おにぎりもこんなまともに作れないんだろうって。俺が言った通りだった。あのほら、おにぎりをね、握っちゃってるから、おにぎり米を潰してるから、あんなんじゃ美味しくないって。ちゃんと空気を入れてね。おにぎりっておむすびにするんですよね。おにぎりって小学生でもできるの。ちゃん、ありがとう。慎吾さん、米を強く握ったら、ね、米が潰れて美味しくないんですよ。ちゃん、ありがとうね。おむすびって言って、慎吾さんいて、おむすびって言ってね、米と米を結ぶんですよ。たい焼き6個。いや、ありがとう。米と米の間に空気を入れるんですよ。ね、寿司職人みたいに、ふわっとするの。そうするとね、空気が入って美味しいの、ふわふわで。米も潰れないで。米の繊維も潰れないね。全然違うから、ほんと握り方で同じもので。リリちゃん、ナイスしたーって、うん、ありがとうございます。ありがとう、うん、リリちゃんって前言ったけど、あのリリちゃんと違うの、ハゲてる部分に、あのリリちゃん、うん、あ、これで地肌が見えない、解消のって、決定、うん、お昼ご飯、ああ、これ食べた方がいいんじゃないの、まだ残ってるけど、これ食べれば。そうよ、こおむすびはね、米と米むすび。おにぎりとおむすびって違うの。おにぎり、おにぎりって握るじゃん、おにぎりじゃん。おむすびは結ぶんですよ、米と米を結ぶの。うん、空気を入れて米と米の利口げなこと言うんじゃねえよ、頭が悪いくせに。うん、頭が悪いんだから利口げなことを言う。おにぎりとおむすびって違うから、京都野郎だからね。私によく言ったよね、この間ね、ね、残ったやつに私は、あの、コンビのおにぎりも2パターンあるよね。残ったやつにね、入りきんないの開けたん。こいつはああいうこと言うでしょ。違いが何か分かんない。本気で言ってる、それ。言うでしょ。うん。最初のが逃げて、後からのがどうのこうのって。そんなくだらねこと言って。ね、うん、だから、どうでしょう。おにぎりってのはそのまま、ただ強く握ればいいだけ。ね、強く握ったらでも美味しくないじゃん。米が潰れて、米の繊維が潰れちゃうし、空気が入んないの。米と米の間に。硬いのよ。美味しくないの。おむすびは、ね、これ食うのあんた。いや、いいよ。米と米を、に空気を入れながら、米粒を潰さないように、優しくこうね、うまーくこう、米と米結ぶんですよ。握るんじゃなくて。ウーロン茶ねんじゅう。米って粘ってるやん。その粘りっ気のところでうまく結ぶの、空気を入れながら。そうすると全然食感とか美味しさ違うから。そう、寿司も同じなのよ。寿司も、じゃあみんな考えて、ね、回ってないお寿司屋さんでさ、ね、寿司修行ってすごい時間かかるでしょ。あれってだから空気を入れて美味しくこう結んで、うまく崩れない範囲内で結んで、なんか美味しく握るの。
じゃああれをさね、それで握り方でもし味が変わんないってんだったら高級なお寿司屋さん行って、高級なお寿司屋さん行ってね、で大将が握ってくれたこうふわふわのね、あの空気が入ってるやつを自分で一回握りつぶして、強く握りつぶしてから食ってみ、絶対美味しさ変わるからね。うん、全然違うから。サニー、あ、入れますこれ。サニー、おにぎり屋とかいいよね。なんか飲食店って俺絶対行きたくないと思ったけど、ちょっとだけ飲食店に憧れてきた俺。うん、なんか料理作っててなんかね、ちょっとなんか飲食店やってみたいなと思い出してきちゃった。料理ってもほとんどやってないけど。あんたの飲食店なんか誰も行かねえよ、汚ねえ店。自動車も汚ねえし、部屋も汚ねえ。こんな汚ねえ店誰が行く。当たり前だって。こんな汚ねえ店誰も行かねえよ。飲食店甘く見すぎかな俺。当たり前だよ、あんたみたいな汚ねえ。まあ、ブレイキングダウン出てる米尾みたいにさ、俺もなんか店やろうかな、飲食店。誰かあの支援者いないですか、あの店を出すあの資金を支援してくれる方。みんな、いや、皆さんしない方がいいですよ。ね、こんなもんに金使ってもね、返してくんねえから。ね、ね、贅沢なんだから。何にしろ贅沢。お前格闘技見てない。いや、だから俺別にそこまで興味あるわけじゃないけど、え、でも俺ブレイキングダウンとか見てるし、あとこの前のほら、朝倉未来とヤーマンのやつじゃないですか。あれ見ましたよ。あの朝倉未来が KO 負け77秒だっけで KO 負けしたやつ、この前っていうかもうつい最近っすけど、この口とも片付けねん、食ってもね、食っても片付ける気ないから。そう、朝倉未来ね、それで引退とかなんか言ってたよ、ね、だから雷神とか UFC、 雷神はたまに見るけど UFC は全然見ないっすね。うん、何も片付けねえな、片付ける気がねえから、もう何でも散らかしな、うん、これ、あ、食わないなら蓋してしまっといた方がいいんじゃないですか、もう。そうっすね。どんどん。ねえ、こういうとこ散らかさない方がいいですよ。悪いけどね。こういう蓋してしまった方がいいと思いますけど。蓋どこをやったの？え、あ、そうだ。あんな、あれの中です。なんでもきちんとできないんだね。ほんとクズだなと思う。あ、あ、あれだ。あれも見た、あの那須川天心とタケルのやつとか、ああいうのを見てますよ。あれも見たし。なんでここをくん、しまっとけって言ったんじゃないの。冷蔵庫にしまうんだよ、前よりおこさん、母言って。これチンコ向こう見てくれないか、片付けるから。こういうとこ置かないでさ、なんでも全く嫌だよね、何やっても片付けないね、本当に。大嫌いこの子、本当何しても片付けられない。ほんでいろんなもん平気で使うの。歯に糊が詰まりました。クズだよ、何も実行できねえクズだ。こんな汚ねうち暮らしてるうちはねえよ、誰も掃除かけねえから、すげえなと思う。あ、すごいうちだよ、このうちは。誰一人男が何にもしねえから。立派な人間だよ、あんた。な、いろんなもんがしても見ねえしよ。風呂入りたいな。立派なもんだよ。あ、歯に詰まった糊が。取れない。ああ。海苔かと思ったら玉ねぎが挟まってたわ。顔で煽るのやめて。へっ、いいことね。うん。
帰ろ、寝ろ、すごいね。あんたがすごい。畳が汚いから、ズボンにみんなカスがくっついてて、便所まで畳のボロのカスが起こってる。恐ろしいね。あ、恐ろしい。恐ろしい。さてと。悪いけどやっててね。俺片付けるから。俺風呂入ってこうかなと。悪いけど、あんたすごいよ。すごいよ。カスをみんな保存すんだよ。部屋が汚いから。私じゃ片付けるから、ここ。嫌だからもう。本当に。便所減ってまで便所にカスがあるんだから。すごいよ。便所にカスって。ほら、見て。あなたがほら、畳のボロ。これ便所で拾ってきた。廊下にもある。これ見てください、皆さん。畳のやつが落ちてる。こういうのが落ちてます。こういうカス。なんでそれをわざわざさ持ってきて見せるの、お前。気持ち悪い。気持ち悪い。こっちが。性格悪い。